木下薫、上田田本先生像左が、上田保上田保8月25日から1980年6月6日は、日本の元弁護士、政治家で、第三代大分市長4月7日の1963年3月9日、大分市名誉市民でもある。1894年8月25日、上田倉像、金夫妻の三男として、大分県大分郡豊府村に生まれる。 上京し、和仏法律学校法律科で学び、27歳の時に弁護士試験に合格する。その8年後の1929年に法律案内所、趣味の法律を出版し、ベストセラーとなる。戦時中に大部に引き上げ、1947年に大分市長に就任。第二次世界大戦の大分空襲で被災し、復興が遅れていた大分市を交述する。 アイデアなどでわずか5年で、ほぼ復興させた。また、上田自身が経験なカトリック信者であったため、キリシタン純教記念公園を建立するなど、キリシタン文化の発展に貢献している。1980年6月6日、急性心不全のため85歳で逝去前大分県知事の平松森彦は娘婿。彼は在任中期末で、独創的なアイデアで、 大分市を復興させ、アイデア市長の名で親しまれた。その主なものは以下の通りである。また、市長退任後は、株式会社大分生態水族館を設立してその社長となり、大分生態水族館、マリーンパレスを建設。世界初の潮流式海遊水槽を設置し、絵付け賞を行う。これも、見事に成功、開館から7年間にわたり、 日本国内で最も入場者数の多い水族館となる。これらのアイデアは今日の多い他市の発展基盤を築いたものと言っても過言ではない。ありがとうございます。